おはようございます。ワードです。2018年1月の29日、21時55分、59分です。よろしくお願いします。みすけはとつ、今ね、ジムから2時間半練習して帰ってきたところ。疲れた。くたくただよ。くたくた。ちょっとね、久々のジムだったからね、パンチが、こう、なんて言うんだろう、疲れが溜まってたっていうかね、なんか下手になってたね。お疲れ。お疲れ。もらったグローブね、グローブっていうか、グローブ自体はすごい良かったんだけど、俺が今日ダメだったね。要は、芯に入らなかったから、すごくいいグローブだよ。使い心地はもう抜群。ただね、今日はね、俺がね、そう、使いこなせてなかった。もう、結構あるんだよ。コンディションというかね、今日はいい日、今日はダメな日っていうのがあるの、必ず。っていうかね、体力が落ちてるね、今日は。ダメだった。バテちゃったんだよね、後半2時間目ぐらい。まだ2時間ぐらいいつもだったらできたんだけど、ちょっと良くなかったな。しーちゃん、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。ちょっとこのサムネ面白いな。ちょっと新しいサムネが面白いな、これ。これリスナーさんなんだけどさ、金鉢っつってキラカードの ちょっと面白いな。こういうのって絶対ニコ生勢でしょ。これ面白いよな、金鉢。 なんかね、俺ね、その金映えさんのサムネを金映えとか名乗る人とか嫌いなの、正直。ワドとか偽アカウントは嫌いなんだけど、こういうね、なんかね、ちょっともじって、
本当にサムネもちょっと鉢にしてたりとか、こういう細かいやつ大好きなんだよね。こういうのはなんか愛を感じるっていうか、金梅さんのこと好きなんだなっていうリスペクトが伝わってきていいよね。かわいいし、これこういうサムネ好きなんだよね。はい、こんばんは、みっこ。風船ありがとう、いつも。凝ってるよね。こういうのはなんか愛を感じるのね。ただなんかその、なんか偽アカウント作って人の枠荒らすのとかすごい嫌いなんだけど、俺はね、こういうのは好き。いいよね。ジャッジさんいらっしゃい。なんか結局、リスナーさんと配信者の関係も結構ね、愛が大事だと思ってるよ。愛情があるリスナーさんとね、がね、俺は大好きなの。愛情がある配信者になりたいね、リスナーさんに対して。あ、今お酒飲んで酔っ払ってるの？あ、帰りの電車で聞いてくれてんだ、しーちゃん。あ、矢野ラッキー、久しぶり。いらっしゃい。楽しんでってね。美味しいお酒飲めた？しーちゃん。今日はね、オーバーハンドブローをまた教わってきた。先生から。みんな飲もうっつって。俺は飲まないよ。俺はお酒ダメだから、昨日飲んだけど煽られて。リスナーさんに飲めよ、たまにはって言ったけど、頭痛くなっちゃってやめた。一人でお酒飲んでも寂しいもん。捨て頃の時ぐらいにしようよ。オーバーハンドブローっていうね、ドラゴンフィッシュブローっていう、初めの一歩読んでる人は分かるんだけど、木村が使った、あ、いってえな、豆できてる。なんだかんだここに来ちゃう。嬉しいよ、そう言ってもらえると。いついて。おお、なつしさんいらっしゃい、和骨。いやー疲れたなー。やっぱ毎日行かないとダメだな。なんかね、3日休むとね、ダメになるね。3日4日休むとダメになる。でも捨て頃まで150日切ったから、もうほんと100日以上トレーニングしないとダメだなと思ってるから。ちょっといろいろ頑張らないとな。俺は勝つよ、今回みんな。俺は絶対勝つ。今日はね、インファイトの練習をしてきて、多分なんだけどね、インファイトをね、すごい教えてもらってきて、こういうね、ガードをして、押し合いをするの。面白いんだけど、こうやっておでことおでこが、こう、ぶつかってる状態で、相撲って言って、ぐーって押し合うんだけど、強くなってる感はあるね。正直ある 正直あるね なんかこう手前味噌であれなんだけど、あります。前より強くなってます、確実に。で、こうね、あ、ペコ来たの。こう押し合いをしてるとビタビタにこうボディを打ってくるんだけど、押されてるとボディって打てないんだよね。インファイト教わってきた。期待していいよ。今回は裏切らないから。痛いよ、ペコ。ペコ。ガブガブしないで。眉毛が生えてんの、こっち側だけ。赤目のペコ。目が真っ赤なの、かわいいでしょ。
で、こうみんなに挨拶してカメラ向こうだよ。そう、子供だからね。大人になったばっかり。痛い痛い。なんで怒、痛い痛い痛い。なんで怒んの？ガブガブしないの、ペコ。乱暴者なんだよ、ペコが。ダメよ、ガブガブしたら。お前は俺に勝てないよ。絶対勝てないよ。絶対俺の方が強いぞ、ペコ。わかる？化粧がすげえ荒いんだよね、ペコ。ペコは気強い。釈迦がね、嫌いなの、ペコのこと。癒されるよ。のんちゃんがペコ大好きの。我が子のように育ててるからね、もう超甘やかす。のんちゃんは。動物好きなのね、のんちゃんは。すごい可愛いからね。嫌いだったの？ 何週間回って好きになった？ありがとカムさん、バーガーありがとう。いつもありがとう。ただいま。今日、鮫島さんから電話かかってきたね、夕方。最近どうだって。なんか調子悪そうだなっつって。悪いっすねっつって。頑張れよっつって。配信者だからいい時も悪い時もあるからよっつって。配信外で電話かけてくれて、なんか心配かけてんのかな。まあ、マンスリーも圏外になっちゃってるしね。頑張れよって。バカありがとう、なつしさん。ありがとう。キャピタリズムあった？サラさん。ありがとう。嬉しいよ。なんか。結構この映画面白いよっていう風に紹介してもさ、実際見てくれる人少ないからさ、嬉しいな。ありがとう。ぜひ見てみて。感想とか教えて。すごく好きな映画なんで。あれ？ブーってなんだろう、今の。エンド改めて見たら面白かった？え、前言ってた遠藤って何だろう。ココリコの田中じゃなくて、遠藤のオナニーのネタ。
そう、すごいね、結構有名なんだよ。松本人志も一目置いてて、結構シリーズがあると思うんだよね。遠藤のオナニーネタに関して言ったら。いろんな伝説持ってるからね。結構ね、ラジオで語られることが多いね。やっぱテレビだと NG のネタだから。破天荒田中も見た？俺、破天荒田中大好きなんだよね。あれも面白いでしょ？ あれはね、構成作家っていうか、脚本書いてる人めちゃめちゃ優秀だなと思ってて。まあ、すごい好きだね。ココリコやっぱなんか持ってるんだよね。田中はね、ひょい型の芸人で、こう、キャラクターを降臨させるタイプのね、芸人さんっていっぱいいるんだけど、田中は確実にそうだね。そういうタイプの芸人さんって、俳優とかできるタイプの、いや、コントとかで力発揮するタイプなんだよね。田中は確実にそうだね。あれも面白いよね。遠藤のバスジャックっていう映画のくだりが大好きなんだよね。知ってる？遠藤が主演のバスジャックっていう映画があるんだけど、すげえ興行成績悪いんだ。いいコンビだよね。ここ、ガキツカが結構、先に注目してたんだけど。面白いんだよね。でもね、ココリコの偉いところが、黄金伝説とか冠番組持っても、ガキツカとかの前説とかやめなかったんだよね。前説をやりながらゴールデン持ってる芸人なんか普通いないよ。そうだね。もう2が出たのかな？バスジャックは。バスジャックは最近のネタだね。うん。バスジャックは最近のネタ。好きなんだよね。結構、あと、バカリズムとか、劇団ひとりとか、そういう系の芸人さんが好きかもしれない、ピン芸人だと。こう、シュールな世界っていうのかな。なんか、独特の世界観を持っていくタイプ。あ、作ってますよ。はい。作ってます、作ってます。いや、食べてない。お腹ペコペコ。で、一回スーパー行って、角煮作ろうかなとか、いろいろ考えたんだけど、寒くて で、すげえ疲れちゃって今日。だからもう帰ってこようと思って、なんかのんちゃんにお願いしようと思ってさ。どうしようか、ご飯。何？うん。どんな感じのリング？ちょっとね、これが説明するのが難しいんだけど、まあ、和道っていうブランドを立ち上げてるんだけど、俺と X さんが作品として出すのを最初にやろうと思ってたのよ。わかる？本来は和道っていうブランドの製品を作りたかったの、俺は。だけど、金梅さんのおかげで先に広まっちゃったのね。インディアン系じゃない。あっち系じゃない。で、本来はこっち側の商品を出して、こういうものが作れますよって言って、例えば、金梅さんとタイアップとかを今後やっていく予定だったんだけど、まだ俺らの商品ができる前に、受注が来ちゃって。だからね、どんな感じのリングっていうのがまだ出せないの。要はね、金梅さんだけじゃなくて、オーダーが入ってきちゃってて、要はその人がこういうデザインで作ってくれとか、こういう感じで作ってくれっていうオーダーだから、うちのブランドの色じゃないのよ。だからね、そこはちょっと苦戦してるかもしれない。うん。ちょっと苦戦してる。まあまあ、なんかこう、展開が一個飛んじゃったって感じなんだよね。そう、フルオーダーなんだよ、うち。お、アグリン、こんばんは。結構高い。平打ちっていうのとか、コーマルっていう普通のリングあるでしょ。こういうようなデザインのリング。これ平打ちっていうリングなんだけど、こういうのでも、シンプルなリングでも2万3000円、2万4000円とか、まあ25見ておいてもらいたいね。うん。やっぱフルオーダーだから高いよ。世界で1個しかないものだから。クロム的な感じより変わった感じ。あ、クロムハーツ俺嫌いだもん。クロムハーツが嫌いだから。剣断面は一つ。一応俺はペンダントトップ、自分のアーティストとしての作品、クリエイターとしての作品はペンダントトップを今作ってる。クロムハーツは俺もあんまりピンとこないね。あんまり好きじゃない。
っていうか別にジャンルにこだわってなくて、俺が作りたいものを作るっていうのがテーマだね。メリンコはどつ、ハートありがとう。でまあ今ワックスっていうのを自分の作品は削ってる段階なんだけど、今はどんな感じかっていうと、今こんな感じだね。見る？民族系、ああそうだね、そういうの好きだね。今俺が作ってんのはこういう状態かな。まだここまでしか作んでない、こんな感じ。まだまだ時間かかりそうだね。これが一つの作品になるんだけど、まだパーツがバラバラなんだよね。ほいーっつって、今この段階、これ俺の作品ね。これはもうその俺の作品。フォローありがとう、ありがとうございます。ペンダントトップですね。野田てるさんいらっしゃい。何ヶ月待ち？今の段階ではもう2ヶ月先までストップかな。ちょっと2、3ヶ月、2月末納品、3月頭納品、作り始める。もう次の作品オーダーが来ても4ヶ月後だし、うちはその変な話なんだけど、お客さんちょっと選ばせてもらってるから、オーダーに対応する人はちょっと選んでる感じ。作れますけど、なんていうのかな、オーダーだけを受注してる感じじゃないんですよ。できる、全然できる、できるけど、配信者の人とかのコラボ商品は作らせてもらってるんだけど、それを販売してるから、だからその一般のリスナーさんはその既製品を買ってもらうような感じになっちゃうかもしれない、うちから商品が出てるものを。だからまだリスナーさんは買えないの、申し訳ないけど。リスナーさんのオーダーは一応今断ってる。配信者のオーダーは受け付けるけど、そうで、もしその今あるラインナップがこれくらいありますよっていう、例えばそのまあ誰々さんにこう金梅さんが放送でつけてくれたら金梅モデルっていう感じで販売はしようとは思ってるけどね。金梅さんと同じのが欲しいっていう。彼女は風呂入ってないよ。あ、彼女風呂入ったか、銭湯行ったの？行った、行ったか。今日風呂入ったって。今日は入った。今日はいい匂いするはず。金梅さんのリングはもう俺の中に、頭の中にはできてるね。おお、もついらっしゃい、ワドツ。おかえり。でもね、金梅さんのはね、ちょっとブライダルリングだからね。婚約指輪だから。ちょっと洗練されたイメージで作りたいよね。陶器系に似合うやつ欲しい。クロムばっかやん、みんな。クロムハーツ、そうそう。クロムハーツね、別にデザインが悪いとは思わないんだけど、言うほどかっていうのは俺の中であんの。言うほどかっていう。俺はだからさっき、みこすりさんのさ、言う通りさ、民族系っていうか、ちょっとなんつうんだろう。特に和の、ヤマトな感じとかさ、縄文系とか弥生系とかがつけてそうな。なんかこう、そういうデザインが好きなの。今回のテーマは和なんだけど、和っていうかヤマトっていうか、ヤマト系の民族っぽいというか、日本っぽいというか、そういう頭の中のイメージね、それが具現化できるかわかんないんだけど、そういうコンセプトで、やっていきたいと思ってるね。
のんちゃんご飯食べた？グラタン食べた。グラタン食べた。俺のご飯はない？ね、俺のグラタンないの？グラタンあるけど。グラタン、あ、そっか。あと、じゃあ後で買いに行くわ、俺。うん。ゴローズ超えてくれ。いや、あのね、俺はね、そう、ゴローズ、クロマハーツだとか、俺正直言うとシルバーは大好きなんだけど、シルバー作るって言ったら、何、ゴローズ意識してんの？とか、ゴローズも知らないくせにとか、実際これゴローズのパチモンだってパクなんかパクリだとか言われたけど、俺ゴローズも知らなかったの。で、ぶっちゃけな話、もうそのブランドかぶれダッセーと思ってて、俺が作ってんだから黙って身につけろよ、みたいな。買えよ、とにかく、みたいな。そのゴローズがどうとか、誰かと比べて作ってねえわって。そう、誰かと比べて、その人生生きてて、すげえクソみてえだなと思って、俺が作ってんだから黙ってつけろよ、みたいな。うん、おい、カオスいらっしゃい。なんかね、もう俺他人と比べる生き方本当に嫌いで、なんだろう、グレイよりラルクだよね、みたいな。はぁ？みたいな。グレイとラルクは別でしょ？とか。わかる？なんとなく。いや、ブランドクソくらいとかじゃなくて、その、物を見ろよっていう。魂入ってるか魂入ってないか、物を見たらわかるだろうって。だからもう、その俺はその一個一個その作り手の気持ちとか物とかをすごく大事にするから、だからじゃあゴローズがゴローズがって言ってるやつ、ゴローズさん、ゴローさんに会ったことあるんで、あるのっていう。ねえじゃん、ゴローさんと友達なのって。ただの客だろ。俺はそういうのくだらねえと思ってて、で実際その X さんっていう、その俺のシルバーのパートナーの人は、ゴロそのパートナーの人ね、30年議員やってんだけど、そのコメント欄とか見ててバカくせえなっつって、五郎さんに会ったこともないくせにっつって、その X さんの師匠にあたる人は五郎さんと五郎図を立ち上げた人なの。要は銀の作り方が分かんないからって言って X さんの師匠とコラボしてできたのが五郎図なのよ。だから五郎さんに銀の作り方を教えた人なのよ。だからそういうつながりだったら分かるよ。うん、いやいや違くて、ゴローズ好きか嫌いかっていう問題じゃなくて、そのなんか物を見ろよって、ゴローさんっていう人知ってんのかよっていう。お前ら記事読んだだけだろみたいな。クロムハーツさんに会ったことあんのっていう。さやちゃんいらっしゃい。クロムハーツさんと友達だったらわかるよ。カレン族の伝統シルバーっていいんだ。あれ、五郎さんは数族から教えてもらったんだっけ。いや、結局だからそれも雑誌とかブランディングされた情報じゃん。実際生きた情報って違うのよ。あ、ベルルッティのカバン超いいね。いや俺はベルルッティセンスいいと思うの。俺もベルルッティ欲しいから。カバンじゃなくて俺は財布が好きなんだけど、俺ベルルッティはセンスいいと思うよ。そうじゃなくて、なんかその俺はベルルッティがちなみに欲しいって言ったのは23の頃なのよ。そうで、ベルルって今でも欲しいんだけど、いや、かっこいい、カリグラフィーが、カリグラフィーの財布が好きなんだけど、いや、作り手より物っていうか、なんつうの、その物見て魂入ってるかどうかわかるじゃん。そうそう、俺が言いたいのそこなのよ。鉄馬さん、別に五郎さんと友達じゃなく、なんかね、俺はね、要は五郎さんに会ったこともないやつが五郎図を語るって滑稽だなって思うの。滑稽でしょ。もう本当にもうなんつうの、へそで茶が沸くだろ。俺はそういうの大嫌いなんだよ。うん、なんか知ったかぶる、偉そうにする、要はマウンティングでしょ。俺嫌なんだよね、そういう、なんか別に好きなら買う、嫌いなら買わねえでいいじゃん。うん、そう。だから何を作るかじゃなくて、俺は誰が作るかだと思ってるから。うん、そう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 、みんながつけてるからっていう理由でやるのはあんまり好きじゃない。要は俺が本物であればいいだけだから、その俺が作ったら、要は俺が作ったらいいじゃんって言わせないとダメなんだよ。俺が作ってるんだよって、和道が作ってるんだよって。そう、それでいいと思うんだよね。
だから和道に作ってもらいたいっていう、和道のものを身につけたいっていう人にしか売らないよ正直、うん、そう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 、高いとかは安いじゃないんだよ、魂困ってるかなんだよ作り手の。それ見りゃ分かるんだよそんなもん。要は心眼を持ってるか持ってねえかって話だよね。心眼、ものを見る目、研ぎ澄まされてるかどうかだと思うんだよ。身の丈超えるもんつけても意味ないよ。ソウルっていうかバイブレーションっていうかね、うん、だから流行りもんとか全然興味ないよ。だって物ができてないのに買いたいって言われてるんだよ。もうすでに物が一つもないのに買いたいって乗っかってくれてんじゃん。そう、最強でしょ。いや和道が作るんだったら価値あるでしょって言ってもらえてんだからさ。ランキングバトルってマンスリー？マンスリーのこと？ランキングバトルって何？ランキングバトルって何のランキング？リスワン？へえー、まあまあそういうことでしょ。そういうことだと思うよ。ダライラマって今インドにいんの？そう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 。要はね、価値、本来の価値っていうのはそういうことで、お前には1万円で売るわ、お前タダでいいわ、お前100万でも売らねえわっていうのが俺商売だと思ってんの、うん、例えば、ああモチ、うん、俺大好きだわ、安くするわ、お前嫌いだから買わなくていいよ、うん、お前嫌いだけどまあまあつけたいんだったら100万持ってきてみたいな、うん、そんな感じ、うん、だからなんだろう、均一の価格で均一の製品が作られるってさ、何それだから俺からすると、うん、頑張ってるねカオス。かっこいいやつに身につけてもらいたいね。かっこいいやつに、うん、かっこ悪いやつには買ってもらいたくないね。かっこいいやつにバンバン身につけてほしい。はいはい、しーちゃんまたね。優しい人につけてもらいたい、うん、自分が好きなものをつけとけば、例えばじゃあそのこれは何、これなんでつけてんのって、いや俺配信ですげえ稼げるようになって自分褒めたくてプロになったからご褒美したかったんだよねっつってつけたって。でこれ何なの、ワド、これリスナーさんがその女性の海女さんなんだけど、天台宗でアジャリさんなんだけど、ワドくんのその成功を祈って一つ一つ編み込んで
天然石で作ってくれたんだよねって意味があるんだよ。意味がある。意味のないものをなんか身につけたくないの。心が通ってるかどうかな。心が。だからその辺で買うパワーストーンじゃないのよ。これは。誰から渡されたのかでしょ。どんな思いで渡されたのかでしょ。だからそれぞれに意味があるはずなのに、その、真似っていうか、真似をしてるのはダサいよ。いや、価値がどうとかじゃなくて、本当の意味の価値ね。本当の意味の価値。その、ラッキーとかプレミアだっていう、そういうものじゃない。思いがこもってるか。そう。お守りなの。お守りなの。アクセサリー。芸術でもあり、お守りなのね。それを身につけて、普段どうなるのかって。そう。だから、例えばさ、女性にこれは納得って言ってもらえると思うけど、大好きな彼氏が、まあ貧乏だったとしよう、若い頃で、10代の頃付き合ってて、大好きな彼氏が、一生懸命バイトをして、アルバイトをして、安いかもしれないけど、8000円ぐらいのリング、一生懸命働いて、買ってくれた初めての指輪、すごく価値があるでしょ。安いものかもしれないけど。俺はそういうことだと思うよ。それは100万円のリングに勝るものだと俺は思ってる。その人にとってはね。うん。それはあれだよ。ただの鉄くずかもしれませんよ。売りに出したらこんなん買い取れないよって言われるかもしれないけど、それは、その人にとってはすごく価値のあるものだと思うのね。それが俺は価値だと思ってる。うん。ゾメさんいらっしゃい。同意見っすね。うん。だから俺が作ってるんだよって。俺のことどう思ってくれてんだよって。うん。俺はみんなにその夢を叶えてもらいたいとか諦めてもらいたくないっていう。その、みんなにマスターキーを渡すから。夢が叶うマスターキーを渡すから。うん。だからその何か夢があったり叶えたいことがあったり俺の考え方とか思想に賛同してくれるんだったら俺に乗っかれと、うん、俺は助けるよみんなのこと。俺はみんなから助けられてるし、完成まで捨て頃に間に合うか間に合わないかだけどね。もうね、トレーニングとあとやっぱシルバー制作だとダメだって思ってて、シルバー制作枠やってないでしょ。閲覧取り戻さないとと思ってね、もう本当に心折れそうだね。もしかしたら3年後とかになるかもしれないけど、完成すんの。でもやるから、うん、時間はいつになるかわからん。今本当にそのトレーニングも一生懸命やって、シルバーも一生懸命やって、でね、他の金梅さんともう一人の配信者さんのリングの受注があって、ありがたいことにね、忙しくなってるから一個一個今
こうしんどいけど、あの心が折れずね、ひたむきに頑張ろうと思ってます、はい、今苦しい時だけど、これは絶対後で財産になると思ってるから、ちょっと受け入れがたいぐらいのね、状態だけど、俺は頑張るよ。そうだね、愛情を持ってね、作ります。納得がいくもの、自分が本当にいいなって思えるものを作ります。いや人間小さいよ人間すごい、おちょこはどうだから、うん、器がすごい小さい、すぐ怒るから、うん、俺はでかい人間だよ。要はなんかその人に自慢をするために何かを身につけるっていう発想がすごく嫌いなのその見せ金とか見せ高級車、見せるものっていうのは俺すごいでしょっていうのが俺嫌いなのよ。本当にすごい人間そんなことやらない。今まで相当苦労、ああまあ苦労しているねってよく言われますね。もうホームレス3回になってるし、うん、それこそ六本木ヒルズの最上階から日本の最底辺まで見ましたよまあジェットコースターですね本当に。ありがとうございます。ワンワン、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、お気持ちありがとうございます。うん、嬉しいな。でも無理はしないでね、みんなにも生活があるからね、うん、みんなで乗り越えよう。俺も配信者としてもっと有名になって、もっとたくさんの人に見てもらえるように頑張るからさ、無理はしないでいこう、うん、一生懸命やるけど結果は受け入れるからさ。捨て頃に関しては絶対勝つよ捨て頃で全部取り返してやるから、うん、ありがとうございます本当に。さやちゃんもありがとうね。やっぱりね、負ける人間っていうのは応援できないっていうのがよく分かったの前回。どんなにその人が好きでも負ける人間を人間心理として応援することはできない。ありがとう矢野ラッキー。だからこう負けた俺でも支えてくれてる人たちがいるから、やっぱり勝ちたいんだよね。うん、俺は勝つ。犬かわいいね凝ってるよねエフェクトが。なんかねプレミアでね、黒芝っていうのがたまに出たりとか、こう掘ってるな、ガリガリガリってたまにね、あの金の小判が出たりするらしいよ。そう、うん、もう完全にスロットとかパチンコみたいになってるんだよ。同じアイテムで当たりと外れ演出とか作り始めたから、やべえな、ふわっちえぐいなと思って、社交心をガンガンに煽ってくるよね、うん、多分次猫とか来るんだい。まあ柴犬かわいいよね、柴犬すごい好きだわ、柴犬すごい好き。魚群とか来たらもう笑うよね魚群演出とか来たらもう笑うよね、うん、おエルビーいらっしゃい。和道さんの好きな人との言葉知りたい。和道さんの好きな人との言葉、好きな人、いっぱいありますよ。例えばね、今ねそれがねすごい吉田松陰の言葉が思い出せなくて、吉田松陰の言葉でね、ネットに載ってない情報っていうのはいっぱい教わってるの俺、ちゃんと勉強してる人からで、志から始まる漢字6文字か5文字だったんだけど、志知き語感、違うな、志知る、なんかねそれが思い出せないんだよね、ネットに情報が落ちてなくて。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうのが俺のライフスタイルですね。
大佐いらっしゃい、こんばんは。好きな人と好きな、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。はい、人、こと、グローブっていうかな。今日ちょっと体調がバテちゃって、サンドバッグ最後の方に叩いたんですけど、あのミットとか、ちょっと今日の練習良くなかったですね。グローブの感触を確かめてる状態じゃなくて、ちょっとなんかパリとかダッキングウィービングもできなかったし、もう手応えがなかったんですよ。バテちゃってちょっと良くなかったっすね。あの悔しいですね。グローブの感触確かめたかったんですけど、パンチがこうミートっつうんですかね、こうズドンって来なくて。はい、よく睡眠とります。でももう時間がないんで、大会までもう徹底的に追い込みます。好きな人、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。好きな人と好きなことを好きな時にの後に好きな場所で好きなだけやる。これ順番が大事なのね。もう順番は絶対間違えないで。うん、167キロ、57キロ格闘技できませんか？できるでしょう、全然。そんなできないことなんか、僕は人間にできないことなんかないと思ってますよ。やるかやらないかだと思ってます。できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかですよ。豚肉いいっすね。はい、ガリガリ、うん、いや、まあでもシャープな体ですよね。僕は身長170ぐらいあるんですけど、体重75あるんで、まあでも格闘技は階級で分かれてるから、細い人でもやっぱスピード速いから、うん、スピードでこうね、軽力用のスピードの速さ、テクニックの凄さとか、やっぱりものすごいものがあって勉強になるよ。毎年あるかどうかは分かんないですね。一応その配信者のイベントって感じですね。イベントっていう感じで、なんて言えばいいんですかね、まあ僕らみたいなこういうの配信者っていうんですけど、まあ喧嘩ばっかりしてるんですよ。僕は喧嘩嫌いだから僕はそれやらないんですけど、トラブルばっかりなんで、だったらリング用意するから、もうスポーツでやろうぜって言ったのが便所太郎さんっていう人で、で前回、30万人が見たんですよ、生放送リアルタイム、3万人近くで、トータルすると2時間で30万人ぐらい見て、で今そうなんですよ、リスナーさんが出る大会ではなくて、僕らみたいなその弱っちいやつが喧嘩ばっかりしてるから、こうじゃあリングの上殴り合えよって言って、で一応満席だったんですね、300人で。インターネット生放送ではリアルタイム3万人、トータル2時間で30万人っていう、その過去トップ3だったのかな、あの時点で。そう、ツイキャスっていう配信サイトがあって、すごく大きい配信サイトなんですね。配信サイトの中でもトップのサイトなんですけど、それの、過去最高か、過去最高の3位でした、閲覧数。それくらい結構もう抜かれちゃって5位ぐらいになってるはずなんですけど、5位6位とか、その当時は結構話題になった大会なんですよ。もう本当に素人の喧嘩ですよ、ただの。だけど僕は前回判定負けをしてしまって、すごく悔しかったんですね、うん、で今回はジムに通って、しっかり本格的にやらないと、またあんな悔しい思いしたくないと思って。本当はその前回負けた選手は出場権限ないっていうことを言われてたんですけど、もうどうしてもこのまま終われないから、こんな思いで1年また来年過ごしたくないから、頼むから出させてくださいって言ってお願いしました、はい、それが今の現状ですね。で6月にあるんで、もしよかったらウォッチしてみてください、はい、僕はヘッポコですけど、実は運動神経もすごく悪いし、スポーツっていうものをやったことがなかったんですよ、ほとんど。だけど今回そのスポーツっていうものと出会って、格闘技っていうものと出会って、すごく人生が充実してるんです。試合動画見ます？じゃあ試合と練習どっちがいい？試合見る？一緒に振り返る？ OK だったら手挙げて。ありがとう。コンディション今日は悪かった。花火ありがとう。今日はね、ちょっとね、2時間半練習してきたんだけど、コンディションが悪かったです。匿名さん、花火ありがとうございます。久々に見ますか？じゃあ見ます？
いや、1年前の動画、今から流すんですけど、ひどいですよ。今、ちょうどジムに通い始めて1ヶ月目です。じゃあ、見ようか、みんなで。タイガージェットウーナさんいらっしゃい。いきますね。一緒に見ましょう。見えます？これがその、1年前っていうか半年前かな。じゃあ見ましょう。いきます。第2試合、ワッチ対決。キックボクシングルール、僕三の名等前、勝和負道でを行す。います。青コーナーより和道流伝承者、和道入場。コンドームの動画ってまだあんのかな？懐かしいな。もう何にもできなかったからね。相手は強かったよ、テルチャンピン。実際何もできなかったからね。さあ、出てきませんね、選手がね。結構引っ張りますね。はい。はい。曲2回目ですよ。そう、2ターン目です、2ターン目。はい。どうしたんでしょうかね。ガード選手、おっと、出てきましたね。はい。何か起こっているようですけど、セコンドが見当たらないの。なるほど。セコンドがいないと。セコンドがどういうことということなんですけど。あそこにいるわ。和道流のセコンド、どこにいるのか。コーナーにいるんですか、ね、いました。お化けじゃないですか、あれ。お化けじゃない、お化けじゃない、セコンダー、お化けじゃない、セコンダーなんです。ようやくセコンド見つけて、和道選手入場です。赤コーナーより速攻精査駐在、テルチャンピン入場。これはね、キックボクシングルールだったんですよ。今回、ずっと僕はボクシングやりたかったんですけど、今回はボクシングです。これはキックボクシングルール。テルチャンピオンは練習一切しなかったね。だから喧嘩スタイルできた。かなり両選手とも溜めて入場するスタイル。それでテルチャンピオンって名前はエガチャンピオンから来たんですよね。あ、そうだ、名前は。なるほど、エガチャンピオン。ただその前は、もともとは殺虫剤青山っていう名前だったんですよ。あ、そうですね。で、青山が本名なんですけど、なんかパルパルを自宅に食べた時にパルパル殺虫剤を食べたことがある。なるほど。と言っていたら入場と。出てきました。殺虫剤青山ことテルチャンピン選手、ようやく入場だ。ニコ生公式の人っていうか、もともと相手はニコ生の運営さんだった人、運営さんだった、運営を辞めて配信者になった人。伝承者、和道。赤コーナー、速攻精査駐在、テルチャンピン。レフリー和田亮君。さあ、こちらのカードですけど、はい、和道選手、相当強そうですね、見た目。和道選手、結構リラックスしてて、はい、テル強かったよ。昼ごはんにロハコさんとロッテリアでガチホームしてきたって言ってました。ガチホームしてきた、ロッテリアで。意外と結構リラックスしてる。
一方のテルチャンピン選手どうでした、インタビューは。テルチャンピン、まあ、トレさんからも聞いたんですけど、今回いろんな選手出場するんですが、その中でもやっぱり最も素質があると。なるほど。ある選手の一人だということで、ただ唯一相手といえばサボり癖があるね、和田さんだからね、レフェリー、テルチャンピンに今後何したいの、和田さんが一番強い、さんからいただいた車の旅をしたいと舐めてますね。まあ、お互いふわっちをね、中心に、ふわっち中心に配信をしている配信者なんですけどね、お互いツイキャス結構バンされるタイプです。そうです、テルジャンピンなんか結構10回くらいバンされてるらしくて、ね、お風呂でチンコ出したって言ってました。まあ、それはバンになりますね。東さんいらっしゃい、楽しんでいってください。ただ和道はね、努力の人なんで、誰よりも練習積んできました。なるほど。3ヶ月、まあ、結構みっちり練習。和道選手もあのトレーニング配信ね、結構ずっとしてましたんで、捨て頃決まってから相当気合が入ってるんじゃないですか、今日は。努力 VS 天才っていう感じですね。天才、テルチャンピオン天才と、なるほど。非常に楽しみな戦いですね。はい、それでは間もなくね、ゴング鳴ります。第2試合、あ、また第2試合なのか。なんで俺2回第2試合ばっかりなんだろう。前座ばっかりだ。やっぱり知名度が低いからかな。こちらもキックボクシングルールでね、第1試合目と同様キックボクシングルールで行います。そうか、また第2試合か。あ、ありがとう。そうだね、だいぶ変わってたでしょ。さあ、お互いリラックスしてますね。テルチャンピンの方から蹴りがめちゃめちゃ強いんだよね。すごいぞ、この蹴りが。助走がすごい。キック、パンチと、かなりテルチャンピン選手、溜めて蹴ってきますね、石川さん。これ、テルチャンピンのこのパンチとキックのコンボが結構気持ちいい感じで決まってきてますね。ただ、ワドも徐々に慣れてきたんですかね。少し間合いをうまく取り始めました。強かったよ。さあ、どんどん前に攻めるテルチャンピン。攻める。1ラウンドからかなりテル、足はね、実際すね、俺剥離骨折して、テルもすごい折れかけてたね、亀裂入ってたばっかり。もう右足やばかったよ、テル。ちょっと和道の左足を少しこう一歩経過、一歩経過、すげえ亀裂、ね、ちょっと見えがありますね。まあ実際もうボロボロだったよね、しょうがないけど。テルチャンピン、さあ、1発、2発、3発と爪当てがね、薄いから痛いんだよね。キック中心に攻めていく。あ、足引きずるんだよ。このテルチャンピンのこの前がですね、足嫌がってるでしょ。自分で足壊しちゃったんだよね、テル。なかなか前に詰められない。さあ、ボディが決まったのか、ボディが。ボディじゃないわ。全然効いてないぞと、ワドー選手。まあ今見てると恥ずかしいな、本当に恥ずかしい。楽しんでますね、結構試合をね。来いよ来いよという感じで少し挑発するような表情を見せてますけど、この蹴りですね。これです、ラスト1分。テルチャンピン選手結構スタートからかなり攻め込んでるので、これがもしラウンド長引くと強くなるね。テルは、テルジム通ったら強くなるよ。変わってくるかもしれない。いや、ひどいね、動きはもう超ひどい。まあ、一方でワード選手は割と落ち着いて、むしろスパーリングの中でも一番ひどいぐらい、俺の中ではもうこれは本当に恥。練習の中でも一番ひどいぐらいの中、もう本番にはね、テルのプレッシャーに負けちゃったんだよね。心が弱かった俺は。テルチャンピン選手のこの、ま、この前蹴りがね、間合いを詰めづらい。さあ、ラスト30秒、ラスト30秒。ワドー選手は足を使ってこう、うまいことかき回していきたいところですね。チャンピン練習なしだよ。練習しなかったら死んでたよ、多分俺。少しやはり足へのキック。おっと、でもここで挑発する。さあ、来いよ来いよと足に。ここに蹴ってみろと。ワドー選手挑発してる。ラスト10秒。心っていうかね、強かったんだよね、実際。あ、そりゃそうだろ、24だぜこいつ。32のおっさんだよ俺。はい、さあ、ここでゴングになりました。これ、ワドー選手も顔面ありですよ。結構パンチ避けてるんで、はい、肘、膝ありです。ダメージとなるのは食らってない感じ。まあ、前半は少しね、いや、ニートのおっさんにさ、ね、こんなリングに上げるって、考えられないよね。中国の双子のララピルルピが
ラウンドガールで、今日この32歳でさ、32歳でさ、運動したことない引きこもりのおっさんをさ、ボクシングで上げるってむちゃくちゃでしょ。喧嘩大好物のさ、24歳のとっぽいお兄ちゃん戦うんだぜ。いやらしいとこ見てますね。ある意味ラウンドはガールの解説の方が詳しいですね、うん、まあ悔しいなこの試合は。いいですね。さあこれお互いのダメージはどうですかね。ワードー選手結構足食らってるように見えて、でも途中挑発するようなところあったんで、もっと来いよっていうようなちょっとダメージ見えないですけど、はい、まあでも今も歩けてるので、はいはい、ちょっとテルチャンピン選手がね、ちょっとセコンドアウト、セコンドアウト、大丈夫ですかねこれ2ラウンド目。ラウンド3、いや引っ込めろ引っ込めろって怒られてる。まあ現在今生放送の方も接続が多くて、ロボコさんで正解だったよね。切れちゃったんですかなこれ、はい、なんでね、見てる皆さんはちょっと弾幕は落ち着いて、はい、コメントしていてくださいね。よろしくお願いいたします。引きこもりはリングに上がらないでしょ。自分でリングに上がると思ってなかったもん、自分の人生で。やっぱワードー選手はジャブ、あのね、リーチが長いんだよね、エテル練習してきてるんで、かなり。そうですね、うん、手が長いんだよ。試合前の意気込みかなんかは、はい、ワードー選手やっぱり自分にとってやっぱジャブ、はい、ジャブを食らわすことがやっぱ勝利へとつながると。なるほどなるほど、まあ、やっぱりあとこのイベントのベンチに対して、こんな機会をありがとうと感謝の気持ちを持って、なるほど、勝利したいと。テルチャンピン選手には死ぬなよというメッセージだそうです。俺と戦って死ぬなよ。なるほどなるほど。まあ、でもやっぱり3ヶ月の練習がね、体もだいぶ8キロぐらい体重も絞ったみたいで。そんなに減ったんですね。さあリングの上で殺せるのか。さあテルチャンピン選手はあの大事なの結構ググっていきましたけども、ちょっと体力がね、いやあのね、踏み込めないんだよね。ローキックが遠いし、パンチがねすごいあの遠くから来るから、結局ね、守るのに必死になって全然攻めなかったんだよね。これ効いたな。顎ずれたんだよね、実際これで。今のパンチで。顔面に入りましたね、ワード選手の。お互いだいぶ疲れてきてるようですよね。出てきてますけども。ただ石川さん、こちら3ラウンドあるんでね。もう1ラウンドあるんですよ。結構長いんでね、うん、テルチャンピン選手のこの手数がですね、かなり不規則なんですよね。そうですね、来たり引いたり来たり引いたりと、そこにちょっと和藤選手が翻弄されてるなという。また来ましたね、また前に出てきましたね、そのいつラッシュがね、飛んでくるかわからないっていう予測不能ですからね、テレチャンピン選手。まあひどいな、ひどい、恥ずかしい、本当に。ワドー選手もここでグッと前に一歩踏み込むと、ひどい、これは振り返りたくないもん。硬いですけどね、もう我ながら本当に恥ずかしい。さあ前に出る、さあワドー選手前に出る。おっと、さあコーナーリングに追いついたか。さあここでワードー選手が仕掛けてきましたね。残り時間30秒。そうだね、今は全然勝てると思ってるし、絶対勝つと思ってるよ。 ただね、もうこの試合に関してはもう恥だよ俺の中で。残り時間20秒。ワードー選手に当たりました。超悔しい。ちょっとどうですかテルチャンピン選手、何もできなかったの。疲れてる模様ですけど、何もしなかったんだよね。何もできなかったんじゃなくて、いやね、自分のことを守ろうとしててね、命を取りに行くね勇気がなかったんだよ。距離を取ったところでストレートパンチ、そうですね、アメジのパンチは全部見えてたけど、接近戦のフックの対処の仕方分かんなかったから、今度ピポットとあのショートアッパーを教わってくる。さあこちらの戦い、いやブロッキングができてたんだけど、選手はちょっと3ラウンドにこれかけてるんですかね、体力残して。これはダメですよ、経験者。分かりますよね、大佐。これ経験者出たらダメです。少し試合展開も変わるのではないか。そうですね。そうです。素人の殴り合いなんで、地下格に近いんじゃないですか。地下格よりもひどい。あの定期的に放つことによって、ちょっとワドー選手が前に来れないように一定の距離感を保ってると思います。レフェリーの人何のためにいるの？レフェリーいなかったら、ちょっと待って。あのもしね、レフェリーいなかったら誰が止めるのよ。
この人が反則とかした時、反則やり放題でしょ、噛みつきバッティング。要はレフェリーの人っていうのは試合の不正がないようにずっと見張ってたりとかしてるのよ、うん、試合の不正行為がなかったりとか、そのなんつうの、危険だって、実力差がありすぎて殺されちゃうっていう時に止めるの、うん、レフェリーがいなかったらスポーツじゃない、喧嘩だよ、ね、そうですよ、和田さんです。美味しいですからね、はい、和田レフェリーですね。ただテルチャンピン選手、あの事前には僕は長パンが得意だって言ってたんですけど、怪我人出るね。それよりやっぱ蹴りの方が、そうですね、やっぱり蹴り中心に、うそう、審判審判、いやレフェリーって審判って意味だから、持ち可愛い持ち、そうそう審判です。和田さんは止めるの早いですね。さあ、何ラウンド分かんないっていうかね、これがすごいんだけど、1ラウンド終わった時に和田さんに一言目に声かけられたのがね、ガーってリングの方、俺のコーナーサイドに寄ってきて、和道くん1ラウンド目終わったよっていう当たり前のこと言われたの。これさ、普通だったらさ、何言ってんのこの人ってなるでしょ。1ラウンドが終わってリングのコーナーに立って、俺もうハーハー言ってんじゃん。その時に和田レフェリーが、和道くん今ね1ラウンドが終わったよって言ってくれるんだけど、これ選手からするとありがたいの。要は必死だから分かんないの今どういう状況か、アドレナリンも出てるし分かんないから、こんな当たり前のことでも助かるの、すごく。そう、10ラウンド、これやってみないと分かんないと思うよ。ノックアウト、泣いても慣れるのか、ここで決着がつきます。そうですね、もう要はもう普通の状態で戦ってないのよ、精神的には。もうこれはひどいな、本当に。お互いここでちょっと冷静になってきましたね。そうですね、序盤に比べてだいぶ落ち着いてきましたね。やっぱテルチャンピン選手の前蹴りがちょっと和藤選手にとって少しやりにくそうですね。やりにくそう。ただテルチャンピン選手も結構蹴りを出してる自分も少し疲労が出てきてますね、はい、いいですね、和藤選手テンポが良くなってきましたけど。で、和田さんめちゃめちゃ強いよ非常にいいですね、和道選手ね。というよりもレフェリーの人が、あの格闘技をあのやってて引退されて、あのレフェリーになるっていうケースが多いから、格闘技に精通してないとできないの。だから体見たら分かるじゃん、一番強そうじゃん、腕太くて、うん、和田さんが多分一番強いよ。肩幅おかしいでしょ、1分経過、背中もおかしいじゃんテルチャンピ、和田さん空手家だっけ、もともとちょっとね、うん、スタミナが切れてるんですかね。やっぱり第1ラウンド結構詰めてきましたからね。もちろん格闘技やってる人がいるよ。もう一ウーパーに行きたい。 UWF だっけ、元和田さんって。相当練習は積んできてるんで、スタミナは上げてきる。さあ前に出ようとするが、テルチャンピン選手が蹴りで間を取る。さあこの蹴りで間を取る、なかなかワード選手前に行けない。おっと、今ちょうど左頬にテレチャンピンのストレートが当たったか。いやもうお互いの闘志がすごいですね。これはひどいな、本当に。このパンチを打った時のこの汗のしぶき。あ、そうだったんですね、大佐。おっと、ここでテレチャンピン選手のキックが。2分経過、残り時間1分。ボディにね、炸裂しました今。ヘロヘロ。さあどうしたお互い。さあスタミナ切れ。2人ともヘロヘロ。そうね、素人に3分3ラウンドなんか無理だよ。おっと。3分3ラウンドなんかもうこんなになるでしょ。ワドも前に出ていく。残り時間30秒。これはね、3ヶ月前に決まったんですよ、試合が。こうなるよね。いや今回は2分2ラウンドです。今回2分2ラウンド。そうなんだよ、地下格って1分が普通ですよね。1分1ラウンドとかですよね。いやだから練習しまくってますよ今。さすがに今回は戦えるけど、2分2ラウンド、こうなるよな。腰が折れる。すごい戦いだった。すごいですね、お互い倒れずに。この時はあの自主練でシャドーボクシングしかしてなかったですね。これは難しい。難しいですね。あ、大丈夫ですよ。この時あの3分3ラウンドだったんで、今回2分2ラウンドは絶対いけます。
もう走ってるんで、今回準備期間あるんで大丈夫です。必ず勝ち負けが決まるんでね、乳酸たまりまくってるところじゃないの、もう2人ともこんな状態だからね。テルチャンピン選手の判定勝ちです。はい、負けました。チケット販売多分取れないっすね。多分チケットはいつだっけ、もう100枚売れちゃってんでしょ、前売りが。でこれもチケット取れなかったんですよ。300人、前売りが2分で売り終わって、ローソンのチケットピアの200枚は、その日に売れちゃったんですよ。チケットはね、便所太郎さんのツイッターとかで告知するのかな、便所太郎さんっていう配信者主催の人がいるんで、そうで、半年後がこれだね。半年後が今この動き、全然違うはずなんだよ。もう悔しくて悔しくて練習しまくってるからね。これが今の動きだね。ちょっと待って、いや人気ロックバンドこの素人の殴り合いでね、そうだから悔しかったから練習してこうなってる。マーさん風船ありがとう。そうだから早く撮った方がいいよって、もう絶対来なって、配信好きな人は絶対来た方がいい。それで今こういうファイトスタイルに切り替えた。もう要は恥ずかしいからガンガン前に出るっていう。もう距離潰しに行くっていうファイトスタイルが変わった。3月か一般販売、まあ一瞬だろうね。要はもう倒されても前に出るっていうスタイルに変えたの。これが今のスタイルだ、ね、そう原田さんのカウンターもらうやつでしょ。全然違うでしょ。だから本気で練習してんの分かるでしょ、素人なりにも。だいぶ変わったはずなんだよね。知り合いのプロレスラーと一緒に、多分便所さんにそのもう、あ、便所さん無理か、もう前売り終わっちゃったから一般販売で取るしかないですよね。いや、だいぶ体だいぶ変わったよ、うん、もうなんかスラムダンクみたいに T シャツ絞れるもん。 T シャツがねビチャビチャビチャって絞れるぐらい毎日やってる。結構大変ですよ。だからもう今もヘロヘロなんだ。うん、今日も練習上がりなんですけど、ここマッハ道場です。はい、ここマッハ道場ですね。はい、マッハさんのジムで、はい、勉強させていただきました。ここマッハ道場ですよ。巣鴨ですね。原田さんっていうプロの方です。今スパーさせていただいてるのが。多分コメント欄の原田さんのカウンター来るかなっていうので多分分かったんだ。すげえ勉強になりましたね。すげえ勉強になりました。当日はもうガンガン行くよ、うんうん、あ、僕はマッハ道場の塾生ではないです。僕は原田さんが配信の企画で、要はその僕が選手なんで鍛えてあげるよっていう企画で1日だけ参加したんですよ。僕は普段通ってるジムは別のところです。今日教えてもらったのはね、ボクシングの A 級トーナメントの覇者の人、日本ランク6位の人かな。そうなんですよ、僕は別のジムに通ってます。昨日か一昨日話したんですけど、大佐さんに、フィットネスみたいなところですね、僕は。やりたくなりますよね。あ、でも僕らはもうほんと素人の殴り合いなんで、多分退屈ですよ。でもやっぱドレさんと達彦強かったよね。ドレさんと達彦見る？その、今回その、地下格やってた人も出るんで、達彦っていう、知り合いなんですけど、
それがねやっぱ強いんだよ。ドレさんも格闘技やってて、この2人はやってる人ですね、アマチュアですけど、はい、この人も配信者です。2人とも配信者ですね、経験者です。ピンクのグローブの方は今回捨て頃出ます。辰彦、バブー辰彦、喧嘩したやつだねこれ。ちなみにこのでっかい人はドレさんって言って、前回捨て頃出た人ですね。どっちが強いっていうことは俺が言うことじゃない。ブルジョルさんごめんね。俺はこの2人よりも弱くて、この2人にお世話になってるのよ。もともとね、辰彦が配信者になるきっかけって、実は俺とドレさんの練習会に辰彦リスナーだったんだけど、俺のために動いてくれてたの。要は俺のためのスパーリングパートナーとか教えますよって言ってきて、それがきっかけで配信者になったの。だから俺はどっちが強いとかそういう立場じゃない。2人から教わってる。ドレさんいくつなんですか？54歳です、この人は。54歳。俺からしたら複雑でもいい、別にいいんだよ、2人とも配信者なんだから。ただマナーは守ろうってだけよ。うん、ごめんねブルジョル、うん、いやだって俺この2人に勝てないもん今。だからどっちが強いとか弱い人間が言うことじゃないんだよ。とかね、うん、そう、どっちが強いかは試合で決着つけるべきだと思うよ、うん、まあ、やるかやらないか分かんないけど、辰彦は怪我治ってないまだ、足引きずって帰ってた。この日はパンパンに腫れちゃって、まあ、完治するのが確か来月末とかだろうけど、ちょっと怖いね。辰彦は治すのにちょっと専念した方がいいと思う。うん、ドレさんの本気は捨て頃の本番で見れますよ、うん、ドレさんは格闘技20年やってる人っすね。アマチュアなんだけど、ヒクソン・グレイシーと船木さんの試合ってあったじゃないですか。あの時にヒクソン・グレイシーの交渉役やってた人です。なんだっけ、もともと格闘技のなんか英語が堪能なんですよ、ドルさんって。だから通訳で格闘技もできて、だからヒクソン側とルールの交渉をしてた人ですね、ブラジルに行って。裏方でその格闘技界支えてた人、うん、あ、多分船木さんは分からないと思いますよ、ドルさんのこと。要は裏方の人間で、要は通訳でどういうルールでやりますかっていうことで、ヒクソン側に要は業者として行ってる人だから、船木さんは多分分かんないと思いますよ。分かんない、ドレさんなんかどういう、うん、多分分かんないと思います。はい、そう。ちなみにその大佐さんはね、なんだっけ、10年格闘技やってるんですよね。まあまあ、そのディスり合ったら喧嘩になるっていう、で喧嘩をジムに持ち込んだらダメっていうだけの話よ、うん、市場を持ち込んだら負けでしょ。道場はやっぱりそういう場所じゃないでしょ、うん、そうっすよね。10年格闘技されてるんですよね。
マチュアもアマチュアだからな俺。辰彦も最初はこんな感じでリスナーだったんだよな。そうだよ、ここでコメント打ってて、で俺も行きたい俺も行きたいってコメント打ってて、和道さん僕地下格出てるんで和道さん力になりたいっつってて、来て来てって言って DM 来たから。そう、その動画見る、辰彦がまだ配信者じゃなかった頃。いやもう笑うよ、最初の頃の、最初の頃のなんだろう、ちょっと待って、笑うと思うよみんな。ひどい練習とか、練習どころじゃないもん。ちょっと待ってね、練習会の動画あるかな、初期の頃、初期の頃あるかな、多分出てくると思うけど。あ、ヒカルくんとトレーニングしてるのあるね、ヒカルくんとか。うん、俺がどんなトレーニングやってたか見せてやろう、うん、俺がどんなトレーニングをやってたのか。彼女がスパーリングパートナーだよね、ラスト15秒でラッシュかけるから彼女がスパーリングパートナーだよ。それ勝てねえわな。のんちゃん黒髪かわいいじゃん、ショートカットで。スパーリングパートナー彼女だからひどいだろじゃあシャドウ始めます。皆さんよろしくお願いします。笑うわな、こんなシャドウ始めます。こんなん笑うわな。オッケーですか、うん、ちょっと待って飛ばそうちょっと待って、のんちゃんの方が強いんじゃないかっていう疑惑があったからね。彼女生の何やってんだって。ウケますよね、もうコントですよね今考えたら。辰彦は去年リザーバーだったね。何やってんだって懐かしいな、うん、やっちょとナーボー、あー音遅れてんだ。のんちゃんのローキックの方がいい音してる、うん、練習どこにあるかな、ちょっと待ってね、初期の、あこれ、あこれじゃない、間違えた、これじゃなくて、ちょっと待ってね、多分ね出てくると思うんだよね YouTube 検索したら。捨て頃に向けてトレーニング、あこれ、これそうかな、うん、うん、のんちゃん俺が切ったんだよこの髪。ちょっと待って、スケボーやってる人と絡んでるんだけどこのラインとかでも、うん、公園でずっと練習してたの。劇団でコントやってる、公園でコントやってたね、懐かしいなコメント読む、懐かしいね公園でやってたもんねずっと。音声が遅れてるんだけど、やばいね、腹も出てるな、腹出てるな、痩せたなだいぶ、腹出てるなやっぱりこの頃、うん、いつも赤と黒だよテーマカラーの、うん、懐かしいな、まあ、これじゃ勝てねえわな。あこのねリスナーさんね、空手やってる人でリアトズしてスパーやってくれた人だ、この人、うん、あー空手の打ち方だ、いややっべ、うん、これ強いわ、あー強い強い強い、これやばい、これやばい、懐かしいな、これやばい、これやばい、これやばい、この人ね空手の黒帯だったかな、ずっと極真かなんかやってる人でスパーの相手してあげるよっつって、うん、麻酔やってもらったんだよね、懐かしいな。おお重い重い、うん、あうまい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 、なんかいろんなドラマがあるね。おお強い強い強い、今じゃねジムに通い始めたもんねこれ逃げないとやられる本当に、懐かしいな。
からごつい手や、ただのデブでしょ。ただ太ってるだけでしょ。超懐かしい。おカウンター、カウン、あ、こういうことやってましたね、うん、こんなことをやってました。去年は遊び遊び、もうそれは格闘技やってる人が怒るの分かるでしょ、笑わせんなっつって真面目にやれっていう懐かしいね。自分でローキック打って自分でねダウンしてたもんね足がぐねって歩けなくなってたもんね。あ、これだよ。だから売れる前の、あったあった動画、これが売れる前のドルさんだよ。閲覧30人の頃のドルさんあったよ。あったあった、これが初絡みだよ。そうっすね、格闘技素人でトライするっていう、これドレさんとの初絡みだよ。これドレさんに教えてもらおうっつって、ほら、うわ懐かしい公園だったな、金なかったかなこの頃、ドレさんに教えてもらってたんだ、懐かしい、超懐かしくない、超懐かしくない懐かしいドレさん今じゃ大手だもんね、うん、で達彦が来るんだよ途中から。ほら達彦来たでしょ、うん、これが多分達彦と初めて来た時。そう懐かしい、スパーリングパートナーはのんちゃんちっちゃいおばちゃんのんちゃん痩せてるねこの頃、うん、俺が太らせちゃったんだよ。懐かしいな、まあ、こんなことやってましたね。こんな感じでしたね。だんだん打つ距離が分かって、うん、まあこれが捨て頃です。はい、興味のある方はぜひね会場で会いましょう。会場で今回は 100% 勝つんで、 100% 勝つんで、うん、よろしくです。じゃあ髪短い方が似合うと思うんだけどな。ぜひぜひ会場で声かけてください。よろしくお願いします。腹減ったな。じゃあ僕一旦ご飯食べますね、休憩します。じゃあ皆さんお疲れ様です。捨て頃応援よろしくお願いします。第2回戦で絶対。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。